このゲームには、暴力シーンやグローテスクな表現が含まれています。声かわいい。狩猟の屋敷、呪われた家屋を実況する刹那ス介。やっていきます、このゲーム。このゲームはね、タイトルにあるんですけど、 なんか、呪われた顔くんに、この3人が行くらしいです。<laughs> ほとんどわからんでしょ。<laughs> ほとんどわからんでしょ、ゲーム内容が。まあそんな感じで。結構、あの、リアルな絵なんやけど、そんなリアルな絵を使った B 級ホラー映画的なゲームになってるらしいです。結構、グロい映画あるらしくて、R15 指定にみたいな感じになってましたね。ところでさ、さっきから気になるんやけどさ、 この真ん中の人がさ、どうしても俺にはバイ,クのバイキングの小峠さんに見えてくるよよな。つるっぱげでさ、<laughs> どうしても見えてくるよよな、バイキングの小峠さんに。うん、この3人ってさあの、このゲームの作者さんの知り合いの方をモデルにしてるらしいけどさ、どうしてもバイキングの小峠さんがモデルに見えてくるよよな。<laughs> やっていきまーす。はい。この声、どっから集めてきたんだろう こんな声の人おるんかな、知り合いに、作者さんの知り合いに。神々と肩を並べるには、たった一つのやり方しかない。神々と同じように、大学になることだ。だ,だだ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 だ、ハイエースや。豊田のハイエース走ってる。少し暗くなってきましたね。えっ、ー、と、前川誠一さんかな。 聖地ってもんかな、この下の名前俺かい、人の名前の漢字とか読む苦手やけどさこれ聖地かな、うん、コメントで教えてほしいな作者さんが見てくださったらあのなんかこの人さなんか「アイアム・ア・ヒーロー」って映画の主演の人に似とんようななんかちょっとさっきから思っとったけどすまないね出てきた小峠お前あれ小峠髪あるで <laughs> あ髪の毛あるんじゃ前髪おでこのあっからすっごい 剥ぎ取るだけでちゃんと紙はあるんじゃな,いなんかなんか教頭先生におりそうな感じの髪の毛してるなあんた村田敏彦ってもかな渋滞に巻き込まれとは災難だったよははは自己渋滞は災難でしたねもうすぐ着くと思うよ村田さん これから行く物件ってどんな感じなんですかこは美人の人でできたね。宮崎香織さん。あ、宮崎香織さん。これは読めるな。<laughs> ちなみにこの、宮崎香織さんのモデルになった人は、俺がブラックパーティーや、あれと猫会シミュレーション実況したことはあるんやけど、それのゲームの作者さんらしいです。そっか。宮崎さんは今回の仕事初めてなんだっけ仕事できとんじゃこコさんになんか同僚なんかな 何の仕事しようんだろうはい <laughs> 元気宮崎さん新人らしく元気そうだね新人の方はねとりあえず若さを生かして元気にいかないといけないよね宮崎さんいいよどこにでもある普通の生き家だよ私たちの仕事は戦争確認だねと戦争前に立ちたってやつが業者の出入りが悪でてね 間取り全部は見られなかったよ。なんだろう引っこ、え不動産的な人なのかな家を売る感じ家の入居者を探してますみたいな感じ走してますね。2ヶ月ほど前に入居者が殴られてね。高齢者の孤独死ってやつですかあー、ちょっとグロい話なきど。 こういう仕事でそういう黒い話が回ってくるんかな。よく新人の宮崎さんにはちょっと重い話慣れてないからね。そうなんだよ。笑,笑っちゃうよね。ね笑えるか。お前何勝手に人の死んだ話で笑ってんだよ。お前は？私も気を付けないとね。あ,あ、自虐が入った。自分が年取ってるって言うことを自虐が入ったよ。この間。村田さんは奥さんがいるじゃないですか？<laughs> <laughs> なんで今の笑いはお前 <laughs>。おい、オンサートなんかあったなあんた絶対お前 <laughs>。今の笑い方はお前 <laughs>。笑えんぞ本当はお前。前の入居者は亡くなられたんですね。不動産業では珍しくないよ。あ、やっぱ不動産なんじゃ。ほうか。借家のほとんどは誰かしら亡くなってますよね。言われてみれば親戚のおじさんも心不全で出張先のアパートで亡くなってます。 高齢者の孤独死じゃなくても家族の誰かが急死だったり病死だったりね長年不動産屋してるけど幽霊なんか見たことないから大丈夫だよ訳 <laughs> あり物件ってやつやなもしかして今から行くんで訳あり物件であってそれが市場の屋敷だったそんな感じの設定なんか楽しみだ <laughs> <laughs> 確かに幽霊は見たことないですね あ、お前、今、まさに今、幽霊に取り憑かれたような声出したら、お前。<laughs> はーい <laughs> 悪霊を取り憑かれてるぞ、お前。大丈夫かお前はハンドル握ってないよね今、ハンドル握ってないよねお前がハンドル握ってたら、今からえらい事故起きそうな気がするんだけど、お前。ところで、今回の清掃業者は、ヒューマンライクグループとか。ヒューマンライク <laughs> 人だ人好き人好きグループ。<laughs> なんか怪しいなそのグループ何か <laughs> 何かの信仰を持ってるそうで怪しいなそのグループの名前は、まあ、頼むところ間違えたんじゃないかなそうなんだよ今年初めてだねヒューマンライク系列はかなり評判がいいと聞きますヒューマンライクってあの缶詰の会社ですか缶詰の会社缶詰だけじゃなくて色々いいやっているみたいだよ 食品、清掃、建築に製薬会社と幅広く手掛けているみたいだよ。結構有名な会社なんじゃ。この,この世界観では。その中ではビルメッティナスや清掃の評判がいいんだよ。すごいんですね。食品だけじゃなかったんだ。裏ではもしかしてウイルスとか <laughs>、生物兵器の研究とかやってないかなそれにしても、 かなり山奥ですねどうしたああ、間違えた。間違えた、あるとき決定キーのつもりで落ちたのがアウトキーだったわ。<laughs> 別になポロンじゃないよ。何がポロンじゃん、お前。じゃ宮崎さんのおっぱいポロンじゃないんだよ、お前。そろそろだよ。見えてきた。宮崎さん、清掃の確認だけだから、カバンなんかは車内に置きっぱなしで大丈夫だよ。やめて 前川さん、それ、それ持っていっとった方がいいよ。なんか資料の屋敷だよ、ここ。閉じ込められた時に何か役に立つアイテムがあるかもしれんよ。持っていっとった方がいいよ、宮崎さん。こんなメガネの言い,いことは気にせんと、お前。調理関係を私が書くから、問題があった書きだけ私に言ってくれればいいよ。はい宮崎さん、バッグは置いちゃダメだよ。あとはこう、なんか役に立つかも、思うから。 なんか出ないみたいな感じになった時に、ここに開いてみるだうった方が俺はすごい心で意い,いけん。おお、ドアの開き方、ドアの開け方がすごいリアリティやな。初代バイオハザードかよ、お前。ここですね。仕事、しますかね。懐中電灯は確か、カバンにあ、ちょっと待って、お前、そのカバ鞄置,置いてきなさいみたいなこと言うたよことじゃないおっと、あったわよかった。あんたはカバ持もできたんじゃ。あ、そう。<laughs> カバンっていうからには懐中電灯以外もあるんだろうなお前は清掃はされてるみたいですね一応見て回ろうか汚れてたらクレームになってしまうからねそうだよなさあ細かいお客さんっておるからな100人に1人っては言わんけどさ本当にごくまれにさめっちゃ細かいお客さんっておるからなわかるぞ俺もサービス業だから <laughs> そうですねしっかり確認しないと。 まだ電気は止まってないようだから、ブレーカーを上げてくるよ。ふふふ。まどは、ブレーカーはこの、なんて読むんこれ廊下か。廊下を西に奥の脱衣所のところか。ふふふ。脱衣所だっていやらしいね。みんなここで待っててくれ。村田さん。暗いので、 気をつけてください。あ、やばい。宮崎さん、ちょっとふっとフラグ立てている。もうさ、一人でこの暗い中を行くってところでも相当なフラグなのにさ、ちょっと気をつけてくださいっていうさ、<laughs> なんかちょっと振りに聞こえるんだよな、ね、宮崎さん。新人。新人、何か。新人、お前。<laughs> 年寄りにやばいことを言うんじゃないわ。ありがとう、宮崎さん。それでは、行ってくるよ。あとはよろしく頼むよ、前川君。 ちょっと待って、その言い方やめろ、お前。うん、その言い方はちょっとさ、本当に死ぬみたいな言い方じゃない。え、俺が操作するんあ、俺が操作するんじゃ。<laughs> あ、俺が操作するのね。<laughs> あ、よかった。じゃあ、それは死亡フラグにはならんと思うわ。いや、待てよ。これ、阿部鬼だったらさ、一番最初に俺が、プレイヤーが操作するキャラクターが、阿部鬼の餌食になったな。そっちのパターンかもしれんな。おいよう、宮崎さん、一緒に来てよ。あ、言ってくれないんだね。 分かったよ。前川君、僕が死んでる後の頼むね。何お前、ジミジミとか、失踪の話をしてるんだ、お前は。<laughs> 湿気の話はもういいんだよ。私が死ぬか死ぬな,ないから、おとた,たんまの勝負なんだよ。やめたまえ。湿気のことは後でいい。<laughs> わ、ドアの開き方。主題バイオハザードやん。トイレだった。トイレだった。 でもなんかさ、細かいところにさ、イベントとかありそうな気がするけんさ、一応場所だけは調べておきたいけど、間取り図とかないんすかね間取り図どこにあるのか覚えてない今の話出とったのう気がするけど覚えてないんや。ここか。あ、こっちこっちだったね <laughs>。よかった <laughs> あ。あそこだな。どうだよ。えーと、後ろ、えちょっとな、え なんでわざわざざさ、左端に寄せたん今な,なんなん今、じるしが出たところってことあここ扉あるのねあここに行きたかったんじゃ脱衣所ここかくるくるめずらいなこれだのあブレーカーここにあったのねよっしじゃオッケーよーしああ<う>ここで仕事ができるな。 戻って前川君たちと囲り場所を決めるとするかやめてなんかその言い方さ戻った時に2人がいなくなっているみたいないたずらこの <laughs> うみたいな感じにそそな気がするのやめてああお前らから来るんかいお前らから来るんかいお前何 <laughs> でお前 <laughs> ある意味俺の様子を裏切ってくるお前ら <laughs> 村田さん この立ち絵もさ、ちょっと軽く動きをあたりがさ、リアリティ感じていいね。なんかほんとリアリティあ今ちょっと波動っ歌。宮崎さん、今波動っ歌。波動拳ちょっと、うん、左斜め下に歌うのも。さらっと、お前。早速、見てもあおうか。私たちは2階を見ますよ。なんで、なんでさ、ハブルなんでこの小峠さんはる、ハブルハブルや、お前。 お年寄りの大事ーいよお前何でハブるお前助かるよ村田さんそれでいいのかなんかハブられてるぞあんたや人コード多いなあんたうわー何の視点やんこれは腰の調子が悪くてね駅なんかの回転も最初は避けてるよ最近は避けてるよ年は通りたくないね村田さんはゆっくり1階を確認してください それでは、私は、一回を確認するよ。視聴者さんの方、この三人で一番最初に誰が死にそうですか予想クイズを立てますよ。正解した人の中では抽選でガムをプレゼントするよ。商品安いだろう。それじゃあ、宮崎さん、行こうか。はい元気やっぱり宮崎さん元気だわ、新人。<laughs> 元気だなさあ、デッドよし、一回探索やな、つまり。 怖い何かあったんかなブレーカー以外によく見えないとかこれとか何なん,なん体重計かこれ脱衣所やしあれそっちの方むあ無理だ洗面器かあそうあ蛇口ひねれるまあひねってみるか水の音でかいな <laughs> 妙に水の音がでかいな <laughs> ここは電気か。オッケー。ブレーカーも置いてる必要ないけど、一応見るとこっかな。うん。オッケー。こっちはこっちが、あれか。u f 分で暗。浴室はどうだろうか。暗いな。こっち電気ついてなかったんじゃ。懐中電灯はつい取る状態が常時。どうか電気やったんかな、外の方に。スイッチ。あー、あるやん。読みだら。これ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 。あ。 つついたついたた。これでいいんだ。これをおしたじょうたじゃないとダメなのねシャワーや鏡の水垢もない私たしのいもやってもらいたいものだいつもわしが掃除しないといけないからなかなり怒られるからな何もないんかえっけっなんもないんオッケーとりあえずきれいな状態でたまたま取ったみたいな感じやな うど、ん、こに汚いたところもなく怪しいところもなくって感じで浴室と脱衣所は文句なしだなへへ、ええ、どっちゃきしかけ,けとこうかなこっちは家具かあ鍵かかってるんなんだ鍵がかかってるのかそのうち中でたけしがガクブルガクブルするんじゃないかな青鬼みたいに おかしい清掃前は確かに空いていたんだが大方清掃業者か間違えて施錠したんだろうだとしたらカも清掃業者かあとで電話確認かめんどくさいなああ仕事が増えたなそうか待てよちょっと待ってさっきなんか何者かの視点があったけどさこの中やんよう考えたら 位置的にこうなんかじゃんこうもん俺こなかになんかおるぞお前鍵ってなんか鍵かきで中に封印されとるぞお前なんか骸骨の化け物が出てくるんじゃないの靴もリアリティのある感じで宮崎さんの靴が赤い色っていうのがわか,分からないこれああ宮崎さんの靴ホス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 玄関のタイルにややかきがあるあーこれぐらいだったら別にいいんじゃ オッケーオッケーハハ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 そうそう,そう対比自分たちの靴を対比するこう,いう表現もなかなかいいな好きやな宮崎さんの靴をす干すオッケー宮崎さんの靴の匂いがかけたところで次行きますこっちダイニングキッチン奥がリビングだなえーとコンロ周りや換気扇おおいいね 油泳ぎ、シンクも私の顔が映るほどだ。うけたのは私の顔も。ただ、一時で一件一軒丸ごと全清掃とは、私がやったら何ヶ月かかるだろう。<laughs> それはさすがにかかりすぎだろう、お前。<laughs> 他の業者で一日全清掃は聞いたことがない。素晴らしい、美しい、給湯器。 へえ、すごいな。結構大人数って言え言んか。それにしたって。つまり、爪の赤でも煎じて飲ませてやりたい。<laughs> あんま清掃しないタイプの奥さんならね。えーと、見たいところエアコンの清掃も大丈夫そうだ。内部清掃に関しては我々素人には分からん。<laughs> んどうしたなになに あリモコンか。これはなかったらあかんだろ、お前。これはちゃんと入居者が来る頃には用意しとかんかったら。ほうほうほう。リモコンがないっていうか、あとあとなんか、フラグであるんかな。壁紙の色が焼けているな。全入居者が何かを貼り付けていたのだろう。カレンダーをかけるだけでもこうなるからな。我が家もこれに悩まされているよ。 そういう後は、神々の交換になってしまうな。あっ、え、セブ、セブここでできるんじゃ。恐怖体験を記録するって、まだ恐怖はそんなに感じてないからなね。<laughs> よくて、なんか、やけに、この小峠さんが一人ぼっちにさせられるなっていう感じがするけどさ、ね。音でかいな。<laughs> 妙に音がでかいな。このゲーム、妙に効果音はでかいな。BGM がないから余計そう感じるよ。<laughs> これで終わりか。やけにこの小峠さんがさ、やけにこの小峠さんがさ、独り言多いってうのに、よう分かった消えたんまだ調べてないところあるんかなここ入ってないんか。あ、トイレか。一回入ったけどさ、そこまで、あっ。いちいち電気つけなあかんのな、これ。<laughs> オッケー。覚えときます。 部屋に入る前にも必ず電気をつけましょうってこと、覚えます。みんなからの約束だよ。みんなからのではないな。<laughs> これで多分全部だと思うんやけど。イベント始まるんじゃないの。トイレの清掃は完璧だ。これで全部じゃないかな。 あれ、そうでもないあ扉の金属ポーズが錆びついているな。錆びついているな。発 <laughs> 音がおかしいなった。あと <laughs> で交換レストに載せておこう。見積もりを出さなければ。はあ、結構細かいところもみ見なあかんのか、これ。玄関。終わりかな、これで。 多分これで終わりなんやろう、オッケー、ドーン <noise> あ、なんかあるね、これ置物かうっ清掃はされているが、カビ臭いなるほど、すぐ上が階段床、板は、ベニヤ空気が逃げず、湿度が上がりやすいというわけか 窓も少ないしなこればかりはリフォームしかないかこれがちょっと見落とすったんじゃ設計の問題だななぜここだけビアニアにしたのだろうか清掃はされているからまあいいだろうあなんか今後ここに何かありそうな気がするんですけど何かあれ以ありそうな気がするんですけどあとはあと何が見えてないんですかね あ、窓ガラス調べてなかったわ <laughs>。このメッセージ見てないまだ。換気。オッケー。うん雨戸が開かない。立て付けは悪いのかそ,それは開かないな。さすがにこれは勝利だな。明日にでも業者を手配するか。あ、ここかー。ここだったんじゃ。<laughs> なかなかちょっと、ここまで調べてなかったな。それじゃあ、宮崎さん。行こうか。ホテルへ。やめろ、お前。前かお前。仕事中だぞ、お前。はいあ、元気。いや、でも、そういうことを言われても元気、宮崎さん。